皆さんこんにちは。レク専任講師の佐々木宏美と申します。私司法書士の講師をやっておりまして、で毎年ですね、行政書士の直前期の受験生さん向けに捨ててしまいがちな会社を、これをちょっと一問でも多く取っていただきたいということで、直前期だからこそですね、この分野が出題されたら取っていただきたいというところで、なかなかこの今回の分野ですね、監査役という分野なんですが、なかなかそのあたり手薄というか、むしろ避けて通ってきた分野だと思います。ただ、毎年ですね、行政書士の受験者さん、私が言うまでもないとは思うんですが、会社を4問出るうちの、役員関係というのは会社の機関役員関係というのはだいたい毎年1問、年によっては2問出てたりはしますよね。でちょっとですね、こういった出題に関してですね、ちょっと今日お配りしておりますレジュメで、YouTube ライブで、聞いてらっしゃる方、もしくはもう後日 YouTube で聞かれている方は、下の概要欄の方にレジュメ、ダウンロードできるようになっておりますので、そちらの方でレジュメ出していただきたいんですが、今ライブで、聞かれている方は7ページ出してみてください。 YouTube の方で聞かれている方もですね、レジュメの7ページ出していただきますと、近年の出題実績ですね、4問だからこそ同じ分野から連続での出題はないよねというところで、過去の出題分析といたしまして、平成29年から、過去6年分掲載してあるんですが、そうですね、ちょっと太字のゴシックのところで言いますと、設立に関しては皆さんご存知の通り毎年出てますよ。ただ設立は毎年出てると言っても、設立の中のどの分野というところありますが、例えば、去年で言いますと一番下の令和4年の分ですね、設立の中でも発行可能株式総数の論点ですから、今年皆さん、会社法の対策、行政法だとか民法の方に時間割きたいと思うので、会社法に関しては、出るとこ重視というところで、設立に関してはやったとしても発行可能株式総数あたりだとか、そして、その前ですね、令和3年、おととしで言いますと、責任だとか、そのあたりはもう外してもいいのかなと。いうところではありますが、このような形で特に司法書士試験でもそういったところあるんですが、少ない出題数の科目に関しては、近年の出題傾向を踏まえた上で、ちょっと、しばらく出てないだとか、そういったところ分野的には出るんだけれども、ただその中でもしばらく出てないところだとか、っていうところを抑えていった方がいいんじゃないかなとは思います。で、今回ですね、私監査役の論点やるんですが、去年の役員でいうと、去年は会計参与が1問で、会計参与って行政書士試験の分野ではほぼほぼ出ないようなところだったりはしたと思うんですが、ただ、ので今年でいうともう会計参与は捨てちゃってもいいのかなとは思うんですが、ただ、役員関係でいうと、ここもずっと出ていない、社外監査役だとかっていうのは出てはいるんですが、監査役正面から丸々1問の出題が近年見受けられないというところで、今回監査役をチョイスさせていただきました。ってことで、ちょっとこれ、近年の出題実績だとかに関してはこの7ページは、参考程度に、これやろうかな捨てちゃおうかなと迷った時に、こういったところを参考にしていただきたいかなと思います。そして、さっき言ったように、設立はでもほぼ毎年出てるよねというところで、設立に関してはちょっとまた今度8ページ言い出していただきますと、で私ね、これこの、今回ですね、今回で8回目行政書士の受験生さん向けに、この会社のポイント講義に関しては今回で8回目なんですが、その中で設立の分野は過去2回やってるんですよ。で、過去2回で言うと、なのでこれね、 YouTube で例えばそのね、YouTube の画面開いていただいて、レック佐々木会社法とかで検索していただくと、大体出てきます。その中で、設立の分野2016年に出てます。ここ改正絡んでいないので、これ今までも聞いていただける内容。そしてもう一つですが、2019年も設立第2弾というところやってますので、このあたりですね、中身に関しては見ていただいても、今年対策としては、設立ちょっとね、毎年出るんだけども、ちょっと触ってないというところに関しては、もうここ 1.5 倍速ぐらいで聞いていただくとこういうところで、やっていただきたいかなと思います。あと今回で言うと、ちょっと今回の中身に絡んでくるんですが、2017年、株式会社の機関といたしまして、取締役、そして株主総会決議と取締役会決議というところで、ここに関しても今回の内容にもちょっと絡んでくるようなところにはなりますので、ちょっとこの2017年の、取締役株主総会決議、取締役会決議だとかに関しても、ちょっと 1.5 倍速だとか2倍速ぐらいで、聞いていただくといいんじゃない。内容的にはそれ難しくはないので、
聞いていただくといいんじゃないかなと思います。まあ、あとそれ以外のところで、まあ、直近の分野だとか、まあ、そうですね、去年だとか一昨年の分野に関しても、近年取材のところがなかったりはするので、そういったところも、まあ、そうですね、模試の復習だとか、まあ、あとそうですね、民法だとか行政法だとかの、気分転換的に聞いていただく分には、この時期だったらまだありなんじゃないかなと思うので、触ってみていただきたいかなと思います。ということで、今回はそうですね、監査役、やっていきましょう。では2ページ、レジュメの2ページを出してみてください。まあ、レジュメの2ページのところでですね、監査役なんですが、で1番の意義ですね、監査役は取締役で、ちょっと飛ばします。取締役の職務執行の監査をする機関ということで、私は監査役のことをよくチェックマンという言い方をするんですが、監査役はチェックする役員なんですと。じゃあ何をチェックするのかっていうと、取締役がちゃんと仕事やってるかどうか、取締役が業務執行いたします。それを監査役がチェックするという役割になります。でただ括弧の中、会計参与設置会社にあっては取締役および会計参与で、じゃあこの会計参与、去年出ましたけれども、会計参与って何をする人なのかでいうと、ちょっと下の点々の枠の中を見てください。で、監査役、会計参与、会計監査人の違いといたしまして、まずね、監査機関といたしまして、まあ、チェック機関といたしましては、監査役ともう一つ会計監査人という人がおりますが、監査役に関しては今言った、まあ、ざっくり言うとチェックマンになります。じゃあ会計監査人は何なのかっていうと、まあ、これ会計監査人になるためには公認会計士の資格、これが必要です。公認会計士もしくは監査法人ですね。まあ、要は企業会計のプロですよ。で、企業会計のプロ、これは何をするのかっていうと、会計監査権限ということで、まあ、特に大きな会社だとかにおいては、企業会計のプロがお金の面でチェックをしていこうというところが、会計監査人なんです。ただ、じゃあ、お金を本格的にチェックしていく。ただ、会計監査人に関してはちょっとアンダーラインのところですね。会計監査権限を持つ、会社の外部監査機関とありますが、この外部ということの意味が何なのかというと、会計監査人は、会社の中の人ではないってイメージなんですよ。まあ、会社の、例えば佐々木商事株式会社、うちの会社は会計監査人を置いています。公認会計士さんに会計監査にやってもらってますよ。じゃあその公認会計士は、会社の中の役員ですかというと、役員ではなくて、で中の機関ではあるけれども、役員等という言い方をつけて、まあね、外からお金のチェックをいたしますという格好なんです。でそしてじゃあそのチェックマンといたしまして、本格的にチェックしていくのが監査役ということで、この監査役に関しては原則として、会計監査権限、つまりお金のチェック、だけではなくて、取締役、そして括弧飛ばして取締役の業務監査権限を持つ会社の内部機関、会社の中の役員として取締役の業務をチェックする、そしてお金の面でもチェックしていきますと。業務チェック、お金のチェックで、それをやっていきます。じゃあ括弧ところ、会計参与がいる場合は取締役と会計参与、取締役だけはではなくて会計参与もチェックします。じゃあ会計参与が何をするのかっていうと、下見てください。作成機関とありますが、この会計参与に関しては資格が必要です。会計参与に関しては、公認会計士資格もしくは税理士資格、公認会計士ないしは税理士さんに、何をしてもらうのかっていうと、取締役と共同して計算書類の作成を行う機関ということで、でこれも中の人です。まあ、会社の中の人として、内部機関として、まあ、公認会計士ないしは税理士資格を持って取締役と一緒にお金に関する書類を作りますと。株式会社は、いくつかお金に関する書類を作成しなければならないと。こういうとこなんですが、で会計参与に関しては、全ての株式会社において設置しなければいけないわけではないんですが、ただ、会計参与を置くのであれば、取締役と一緒になってお金に関する書類を作ってください。でその作った書類、だとか、そして取締役の業務執行だとかお金の面でのチェック、これを監査役がチェックしていくというところになります。ですから、監査役の仕事内容といたしましては、お金のチェックと業務のチェック、
これをヤホーやっていきますと。ではじゃあ今度そのようなチェックマンたる監査役に関して、どういう形で選任されていくのか、2番ご覧ください。監査役の選任といたしまして、監査役になるためには1番で資格とありますが、でこの図表の1段目、法令による制限ってありますが、でこれをですねよく結核自由なんて言っていくんですが、でこの結核自由というのは取締役も同じです。左側のところ、この法令による制限のことをちょっと書きますね。結核自由という言い方をいたしました。つまり、こういった人たちは、監査役に選んではいけません。仮に選んだとしてもその決議は会社法上この人たちはダメと言われているので、この人たちをたとえ選んだとしてもその、選んだ決議は無効なんです。じゃあ何がダメなのかっていうと、まず丸1番、法人はダメなんですね。でなぜかというと、これね取締役もこの結核自由同じなんですが、つまり取締役だとか監査役に関してはその人の個人的手腕に着目して選ばれると。個人的手腕に着目して、例えば田中一郎さんにやってもらいましょう。田中一郎だったらちゃんと仕事をしてくれるはずだと。となりますと法人だったらその個人的手腕に着目っていうところが崩れてしまうので、ダメですと。法人を、監査役に選ぶことはできません。先ほどね会計監査人だとか会計産業に関しては、例えば監査法人でもそして税理士法人でもよかったりはしたんですが、ただ、これに対して取締役とか、会計、監査役に関しては法人は NG なんですね。自然人でなければいけません。そして丸2番なんですが、この丸2番ねちょっとね太字のゴシックになってるところわかります。長すぎるんですよ。でもうここね、太字ゴシックのところだけ着目していただければ結構です。司法書試験でもここまで突っ込んでは見ないので、ざっくり言うと会社法関係の犯罪を犯してそして刑に処せられたもので、もしくは以降に関してはもうここは飛ばしてもらって結構です。つまり会社法関係の犯罪を犯しました、つまりこういった会社法関係の犯罪を犯した人はやはり会社の役員としてはダメだろうと、失格だろうというところになるわけですね。で、今度丸3番に関してなんですが、丸3番も一定の犯罪を犯したとしたんですが、丸2以外の法令の規定に違反し刑に処せられたものですから、会社法関係の犯罪を犯したわけではないけれども、例えばですね、そうですね、酔っ払って、殴ってしまった、誰か人を殴ってしまって暴行罪、もしくは傷害罪だとかこれを犯してしまった、少なくとも会社法関係の犯罪ではないというところにはなります。よって丸2番に関してはやっぱ会社役員としてはふさわしくないよねというイメージ、これに対して丸3番はいや人としてふさわしくないよねというイメージなんですが、じゃあ結局両方とも何か犯罪を犯した人じゃないですかという部分なんですが、でここでどういうことが違ってくるのかというと、ちょっとそのページをご覧ください。3ページの括弧中4の方をご覧いただきますと、まあ、犯罪を犯した人なんですが、この場合ですよ、会社を関連の罪による場合の方が厳格な結核要件、つまり、かなり、ここで、厳しくなります。で左側、会社法関係の罪、犯罪を犯した場合、例えば、会社法関係の犯罪でいうといろんなものがあるんですが、まあ、例えば特別背任罪だとか、まあ、聞いたことあると思いますが、まあ、これはさすがに役員としてはふさわしくないと。いった特別背任罪だとかに関しては、結核自由に該当する刑の種類の限定とありますが、例えばですよ、この刑というのは刑罰です。ね、例えば罰金いくらです。懲役何年ですとか。まあ、そのようないくつかの刑罰ありますが、でこの場合もうとにかくね罰金だろうとそれが懲役だろうと、もうとにかく会社法関係の犯罪を犯した場合にはそこでもう失格です。これに対して隣ご覧ください。他の罪、つまり会社法関係法令違反じゃない場合、例えばさっき言った暴行罪とか傷害罪とか、そしてまた例えばですよ、道路交通法の違反でスピード違反とかね、そこで、道路交通法の違反で罰金刑、これを食らってしまった、そのような場合でもそれは刑罰ではあるけれども少なくとも会社法関
経の法令違反ほどではないよね。少なくとも経営者として会社の役員としてふさわしくないかっていうと、まあ、やっちゃいかんことはやってはいるんだけれども、まあ、そこまで厳しくする必要はなかろうということで、まあ、例えば罰金ぐらいだったら、まあ、よかろうという形になりまして、ですから、ね、そこあのね、まあ、あの経営の種類の限定ありというのは、ここね、あの要は身柄拘束禁錮以上ってありますが、ここね、あの2年後ぐらいに改正がありますが、まあ、例えばイメージ的には懲役とかね、懲役刑食らいましたとか、身柄拘束これを受けるようなね、あの犯罪を犯してしまいました、よって罰金ぐらいだったら OK なんですというイメージです。よって、ね、あの罰金刑とかだったら、まあ、少なくとも役員に選んじゃって構いませんと、まあ、それをね、倫理的にその会社だとか世間が良しとするかどうかっていうのはともかくとして、少なくとも会社法でこれはダメというラインにはかからないという格好なんですね。で、あとですね、例えば、ね、上から2段目、執行猶予です。まあ、執行猶予ってのも聞いたことあるかもしれませんが、例えばですよ、じゃあ、懲役3年です、執行猶予4年ですとか、で本来だったら刑務所に3年間入らなければならないけれども、執行猶予がつくってことは、外で4年間何事もなく無事過ごしたならば、刑務所3年入らなくていいですというのが執行猶予付き。よく実刑か執行猶予付きかってあるのありますが、実刑というのは刑務所に入らなきゃいけないパターン。でもそこに執行猶予がついたならば、本来だったら刑務所に3年入らなきゃいけないところ、まあね、まあ、4年間執行猶予4年って言われたら、外で4年間無事過ごしたならば刑務所3年入りなくてよろしいと。そうすると執行猶予付きの有罪判決を食らってしまいました。例えば会社法関係法令違反特別背任罪で、懲役3年執行猶予4年ってなりました。でその場合でも、左側の会社法関係法令違反であれば、もうとにかくやっぱね、もう刑罰の種類問わず、会社法関係法令違反で有罪となったならば、やっぱね、経営者としてはふさわしくないと、役員としてはふさわしくないということから、この場合はもう結核です。たとえ、外私ね、執行猶予ついてますから大丈夫です、刑務所入ってませんから働けますと言ってもダメなんですね。しかし、会社法関係法令違反の場合であれば、この場合、執行猶予ついてるのであれば、少なくとも外にはいるでしょう。刑務所の中に入ってるわけではないので、この場合には、ね、少なくとも会社法でそこまで、やっちゃダメ、あなたダメということまではしないということから、まああのね、ここ左右対象していくと、会社法関係法令違反の場合には結核のハードルの方が厳しくなってるよと。まあ、あとはそういった場面、例えばね、じゃあそうですね、じゃあ、傷害罪で懲役3年執行猶予4年ってなりました。さすがに傷害罪3年結構重いですよ、けれども執行猶予ついてるのであれば、まあ、外にいますし、ね、あとはもうそのあとはその会社がその人を選ぶかどうかというところの判断として、少なくとも会社法でダメということまではしてないという格好です。あとですね、じゃあ、その下、一番下段ですが、刑の執行の終了、まあ、刑の執行の終了って、例えば刑務所から出てきましたとか、で刑務所から出てきました、でまた執行後、まあ、結核事由に該当する期間ってありますが、まあ、これね、例えば懲役3年で、実刑だったと思ってください、懲役3年で執行猶予つかなかった、で実刑で、刑務所から出てきました、本人めちゃめちゃ反省してるんです、心機一転、会社のために頑張りますと言っても2年はダメなんです。外に出てきたとしても、やっぱね、会社を関係の犯罪を犯した人に関しては、外に出てきても2年間はダメと。これに対して、となり他の罪、他の罪ってことは会社法関係法令違反の場合以外です。よって傷害罪だとか、そのね、刑法の犯罪だとか、そういった関係であれば、まあ、この場合は、まあ、実刑食らった出てきました、2年待たなくてもいいですと。まあ、あとはさっき言ったように、その会社がそのものを選ぶかどうかというところで、会社法上そこまでは厳しくする必要はない、少なくとも、ね、あの経営者としてまあ、役員としてふさわしいかどうかという観点で、見ていきましょう。ということで、まあ、あの前のページ戻っていただくと2ページのところもう一回、この結核事由に関してですね、で法人ダメ、一定の犯罪を犯した人ダメ、この一定の犯罪を犯した人に関しては会社法関係法令違反とそれ以外の犯罪とで分けていただいて、でここの話は監査役だけではなくて取締役も同じなんです。
と、まあ、取締役も同じでありますが、で今回ですね、メインの論点には入ってませんが、例えばですね、指名委員会等設置会社って以前行政書士試験でも出題されたことありますが、指名委員会等設置会社の執行役もこの結核上同じなんですよ。執行役も同じ。もう一個言うと、清算人、会社解散した後の後片付けをしているときの清算人も同じなんです。取締役と監査役と執行役とそして清算人、結核上これ全部同じなの。これ合わせて覚えておくと便利かなと思います。ではこのね、結核事由で言いますと、まあ、今回ね法人ダメとかありますが、じゃあ、未成年者ってどうだろう。ね、成人年齢の改正で18歳に引き下げになりましたけれども、じゃあ17歳の者が取締役や監査役になることができるだろうか。で、今高校生でも起業する人って聞いたことあったりするんですか。ってことで未成年者は OK なんです。次のページ括弧注意ご覧ください。未成年者を選任することはできますというところで、未成年者は取締役にも監査役にもなることはできますよというところです。で、ちなみにこの会社の役員になるということは、まあ会社と、ね、その役員との関係は委任契約関係なんですよ。民法の委任契約、民法の委任契約ってことは、これ契約の際には未成年者が契約を完全に有効に行うためには何が必要でした？親権者の同意が必要ですよね。ってことで未成年者を選任することはできますが、じゃあ未成年者が監査役に就任しますと、会社に対し就任承諾と、でやってください、はいやりますと、意思の勝ちでしょ。民法でいうと契約は意思の勝ちです。そのやりますよという部分に関しては法定代理人、親権者の同意が必要でも、親権者の同意があれば取締役にも監査役にもなることはできますと、まあ、民法の契約だから。ただじゃあ民法の契約とちょっとずれてくるのが括弧中2と括弧中3、成年非後見人とか非補佐人はどうなんだいという部分なんですが、じゃ あこれ成年非後見人括弧中2なんですが、これ以前は結核だったんですよ。だけれども、ね、例えばですよ、そうですね、ある方がじゃあね、例えば創業者の A さん、創業者の A さんが、ね、非常にいいメジャーな人なんですと、非常に世界社会からも、ね、よく知られている人で、なんなら創業者の A さんの認知度で持っているような会社なんですと。ただその方が例えば認知症になってしまった、で、ただ後見の申し立てだとこうすると、役員から外さなきゃいけないってことになると、やっぱそれを恐れてですね、後見の申し立てが必要なレベルの認知症だったりするんだけれども、でも成年後非後見人になってしまうって結核事由に該当するから役員から外さなきゃいけない、それはまずいよねということで、まあ後見の申し立てをしないだとかっていうケースだとかも出てきたので、まあ、今回ですね、以前の改正でですね、成年非後見人だとかそういった制限行為能力者の方たちを、そのような結核事由に該当するというふうに言ってしまうと、やはり必要なケアを受けられて、サポートが受けられないということがあってはまずいので、成年非後見人も、取締役とか監査役になることはできます。なることはできるけれども、じゃ あ民法と同じようにできるだろうかでいうと、やっぱですね、この部分に関しても、ちょっとここはプラス会社法が、ね、プラスの民法とはちょっと違う形で、ケアをしております。まあ、かなりちょっとここまで来ると、ね、試験対策的には細かいとは思うんですが、まあ、一応見ておきましょう。まず括弧中2のところ、ね、じゃちょっとね事案といたしまして横に簡単に書きますね。例えば、ある会社が A さんに対して、役員やってください、まあ、これが監査役とか取締役とかね、この A さんが例えば成年非後見人としましょう。 A さんは例えば精神上の障害によって自理弁識能力を欠く状況です、ね、成年非後見人です。ではですよ、会 A さんに監査役をやってほしいってことは、さっき言ったように会社と A との間は委任契約関係です。じゃ あ A さんと会社との間で意思の合致で契約締結できるかっていうと、これ民法の世界でも、ね、じゃあどうでして民法の世界で普通の売買契約とか考えてみてください。成年非後見人が自ら契約を締結する際に後見人の同意をもらって完璧な契約できました？ダメですよね。成年後見人には同意権がありませんでした。
ってことで、じゃあさすがにあの、ね、会社との委任契約関係に関しても A 個人と例えば後見人、じゃあこれね、あの保護者として、保護者として、まあ、B にしましょう。ちょっとまあ保護者と書きますが、保護者 B っていうのが後見人です。 A が非後見人、保護者後見人の B さん。で民法的に言うと、B は同意権はないけれども代理権を持っておりますから A の代理人として契約を締結と言いましたが、ただ今回役員になるということですからどうしますかというと、まあ見てくださいね、括弧中2のところ、成年非後見人が監査役に就任するためには成年後見人 B が成年非後見人 A の同意を得て、で括弧飛ばします、 A の同意を得て、成年非後見人に代わって、就任の承諾をすると。ですから、契約締結就任承諾は B と会社との間で行いますけれども、役員取り監査役になるのは A なんです。 A が監査役に就任するためには一応 A の意向を聞きましょう。 A の意向を聞いて、うん、僕やると、私やると言ったならば、ね、B と会社との間で A と A が監査役になる契約をします。委任契約を締結します。よってここ民法の知識だけでは処理はできないはずなので、じゃあ補佐だったらどうでしょう、括弧中3で、じゃあ今これ保護者と書きましたが、まあ、例えば A は非補佐人です。民法の世界でも、成年非後見人と補佐においてはちょっと程度を変えてますよね。非補佐人に関しては、自理弁識能力が著しく低いと、各状況ではないというところから、この場合、非補佐人 A が監査役に就任するためには補佐人保護者の同意を得ましょう。そして非補佐人が就任の承諾をする、つまり A 自身で会社と委任契約を結びましょう。でもさすがにやっぱそれあんたできんのということから、まあ、そこは B さんがこれはいいですよとか、 B の同意を得て A 自身で契約を締結しましょう。でその後またはの部分なんですが、またはちょっとここは細かいです。または補佐人が民法876条41の代理権付与の審判に基づきってありますが、でそうですね、まあこれね、補佐人に関してはかなりそこまでちょっと細かく突っ込んで学習されてる方もいるかどうかあれなんですが、補佐人に関してはじゃあちょっとこれ会社法の話一旦なりましょう。補佐人って代理権持ってました。じゃあ成年後見、成年非後見人と成年後見人、成年後見人はもう代理権当然に持ってますよね。でも補佐に関しては代理権っていうのは原則なしなんですよ。代理権はオプションなんです。で、補佐人が代理権オプション持っているのであれば、でこの場合、ね、じゃあ補佐人に非補佐人に代わって補佐人が、ね、代わりに代理で契約をすることもできるけれども、まあ、ただ補佐人は当然に代理権があるとは限らないので、ですから、ね、まあ、基本的には成年非後見人と違って補佐に関してはある程度の判断能力はまああるよねということからご自身でやってもらいましょう。だけれどもそれをするのがいいかどうかの含めて同意という形で保護者の関与を取りましょうと。まあ、よってまあそうですね、成年非後見人と非補佐人とで、誰が契約を締結するのかっていう形が違ってくるので、成年非後見人の場合は契約締結するのは保護者の B です。これに対して、非補佐人の場合には契約締結は原則として、もう自ら行いましょう。ただやはりそこは不必要な監査役になるような委任契約を結ぶということがあってはまずいので、保護者 B の同意という形で、ね、関与を求めましょうという格好です。ですいません、ちょっと今この条文番号ですね、条文番号をご紹介ですね、すいません、ですね、
876条の、4の第1項ですね、4の41、876条の41じゃなくて、4の第1項、すみません、876条の4、第1項です。すみません、これ誤植です。ごめんなさい。876条の4の第1項です。41じゃない。ごめんなさい。まあ、ただこのあたりかなり細かいので民法の条文引いて確認をするとこまではしなくていいですが、まあ、原則的にはこのね、括弧中2と括弧中3、被補佐人が、ね、成年被後見人が監査役に就任する際に誰が委任契約を締結するのか、その場合には保護者が委任契約を締結する状態、これに対して被補佐人の場合には自ら契約を締結することができる、ただそれに対しては保護者の同意をもらってねという形です。じゃあまた戻ってください、今度ですね、図表なんですが2ページの図表のところで、じゃあ今度定款に株主限定規定を置くことってありますが、まあ、特にですね、定款というのはその会社にとっての、ね、最重要根本規則だとか重要規則だとかを書いておくところで、そのうちの会社は、ね、役員になる、取締役とか監査役、これ取締役も同じなんですが、ね、うちの会社の役員になるためには、取締役とか監査役になるためには株主さんから選んでくださいという規定を設けることができるかというと、この場合ですね、公開会社だとダメなんですよ。で、公開会社非公開会社の区別ってのは大丈夫でしょうか。公開会社ってのは株式譲渡自由の会社、これに対して非公開会社ってのは全ての株式に譲渡制限規定が付されてる、ね、会社、まあ、つまり、ね、非公開会社、例えば、身内だけでやってるような会社、仲間だとか親族だとかでやってるような会社において、よそ者が株主として入ってくるのはちょっとこれは避けたいと。そういった場合には、譲渡制限規定をつけておけば、ね、よそ者が入ってくるときにちょっとあなたは勘弁ですね、ごめんなさいねというふうにお断りすることができると。でそのような会社、すべての株式に譲渡制限ついている会社は非公開会社、つまりそのような会社においてはすべての株式に譲渡制限ついている、もう身内でやっていきたい、株主そして役員も身内で固めたいといった場合においては、非公開会社だったら、ね、定款に株主に限ると資格制限を設けることができます。でもじゃあ公開会社、ね、譲渡自由の会社でそのような定款規定は作っちゃダメなんです。結果的に株主から選んだというのはいいんですよ。でもあえて定款に、ね、絞ることはやめてほしいんです。なぜかというと、特に公開会社においては、まあ、大きな発想として株式譲渡自由が原則ですってことは、株主がコロコロ入れ替わる、でそして比較的事業規模もでかいというのは想定してみてください。ある程度の事業規模をこれででかく広く想定しているのであれば、わざわざ役員になる者の資格を絞ってどうすると。もし素晴らしい人材がいるならばその者を役員として迎え入れたい、でもその人が株主じゃないから役員になれないねと、あえて絞るのはこれは人材登用の道を狭めてるといった意味においては公開会社においてはふさわしくない。しかし非公開会社はもともと身内でやりたい、株主は身内で固めたいのであれば、役員だって身内で固めたいっていう需要はあるんですよ。よって非公開会社の場合においては、ね、そのような定款に株主限定規定があれば株主じゃない人を、ね、監査役として迎え入れることはそもそも定款に抵触するからダメだねということになるわけです。よってそのような定款規定がある会社、非公開会社で、株主じゃない人を、ね、監査役に選ぶという決議をした場合には決議内容の定款違反という格好になるわけです。でも公開会社だったらそもそもそういった定款規定を設けることができないので、株主じゃない人を監査役に選ぶことは OK なんですと。何ですか、非公開会社でも定款規定があってたら選ぶことができないだけであって、そもそも定款規定がなかったら非公開会社で株主じゃない人を監査役に選んだとしてもそれは OK です。
じゃあ今度その下、兼任禁止なんですが、この兼任禁止というのは、例えばですよ、今取締役の地位にいる人、この人すごい有能だから監査役も一緒にやってくれんかねと、お前だったらできるだろうということができるかどうか、つまり、兼務していいですかという話なんですが、ただね、これちょっとね、かなり細かいので、ちょっとここをもうちょっと分かりやすく、ね、するために、隣のページ3ページの括弧中をご覧ください。この兼任禁止というのはどういうことなのかというと、まあ、簡単に一言で言うと自己監査の禁止なんですよ。さっき言ったように監査役は何をする人ですか？チェックマンでしょ。業務のチェックとお金のチェック、何をチェックするのかっていうと、主に取締役のチェックなんですよ。となりますと、例えばね、ちょっと親会社子会社一旦置いときまして、上だけで見てください。ある会社の取締役と監査役を同一人物が兼務してしまうと、結局自分でチェックをすることでしょ。自分の取締役をもう監査役として自分でチェックをする、自己監査ほど甘いものはないでしょ。ってことで、自己監査は結果監査の実効性が働かない、監査の実効性乏しいから、だからやめなさいということから、同一の会社で取締役と監査役を兼務することはそもそもダメなんですと。じゃあですよ、例えばですね、いろんな会社の役員を兼務されている方が結構いらっしゃるんですよ。A 会社の取締役をやってて、 B 会社の監査役もやってますだとか、もしくは A 会社と B 会社の取締役やってますだとか、同一人物がいくつかの会社の役員を兼務していること、まあよくある話なんです。だけど今回の目線で言うと、まず自己監査の禁止ということで、同一の会社でどんなに有能な人であったとしても、取締役と監査役を兼務することは、監査役として結局自分の業務をチェックすることになるから、そこでまずいなと心の中で思ってても、監査役としてそこはまずいだろうと言うのが期待しがたいですね。よってやめなさいとなりますと、じゃあ今度ね、子会社で親会社子会社の定義って実はちょっと複雑なんですが、まあ、ざっくり言うと、子会社の議決権の過半数の株を持ってる会社のことを親会社と言っていきます。よって例えばですよ、ここ親会社子会社っていうか、ちょっと子会社おつ会社にしましょうか。子会社おつ会社、おつ会社は100株発行しておりまして、で、100株1株一議決権としましょう。おつ会社100株のうち、そのうち60株を子会社が保有しております。おつ会社100株発行しているうち、100株発行しているうち60株を子会社が保有と、過半数握られてる方が子会社です。握ってる方が親会社。そうするとおつ会社、子会社の、おつ会社は子会社の子会社という格好になりますが、これ親子関係においては、まあ、比較的この、子会社はある程度もう親会社の言いなりなんです。なんでかっていうと、おつ会社でこれ株主総会開いていろんなこと決めようとすると、もうほぼほぼ子会社の意向で物事決まっちゃうじゃないですか。株主総会で何かを決めるときに、まあ、この後ね、決めるときの決議要件とかで話出てきますが、おつ会社で何か大事なことを株主総会で決めましょう。子会社が60株持ってるんですよ。60個の議決権持っていますから、子会社がやだ、ノーと言ったら、他の株主さんたちがいいじゃんって言っても、結局、否決になっちゃうし、他の株主さんたちがやだって言ってると、もう子会社がそれ賛成とか言ったら、もうほぼほぼ子会社の意向で物事が決まっちゃうような会社。このような、過半数握られている会社のことを子会社と言います。で、このような親子関係においてですよ。じゃあ親会社の監査役が子会社の取締役を兼務することができるかっていうと、親会社の監査役って子会社の取締役の業務をチェックしなきゃいけないんですよ。自分とこの会社だけではなくて、自分とこの子会社の業務をチェックしていきます。となりますと、監査役は自分とこの会社のみならず、子会社の取締役の業務監査もしていきます。ということは、子会社の取締役をやっている人が親会社の監査役に就任しちゃうと、これもまた自己監査になるよね。よって、親会社の監査役と子会社の取締役を兼ねることができません。それは子会社の中においても同じです。
子会社の中の取締役と監査役を同一人物が兼ねちゃうと、子会社の中で結局自己監査になっちゃうから。ちなみに子会社の監査役は親会社の取締役の業務をチェックするってことはしないんです。よって、これね、隣にね、この Z、NG、N、OK ってどういうことかというと、これもう覚えてください。親、子、鳥、鳥、カン、カン、Z はダメ。親会社、子会社、取締役、取締役、監査役、監査役。親、子、鳥、鳥、カン、カン、Z はダメ。Z でつながってる関係は兼ねちゃダメ、自己監査になるから。でも、N なら OK なんです。つまり、親会社と子会社の取締役を同一人物が兼ねる、OK なんです。自己監査の禁止に抵触なんですよ。親会社の取締役は子会社もやりますと、子会社の取締役もやります。OK です。で、親会社の取締役、親会社の監査役は子会社の監査役も、ね、チェックしますと。中でも子会社の中でも私が中の人間としてチェックします。これ OK なんです。ですから親子を取り取りカンカン Z はダメ。Z でつながっている関係は NG。でも N の関係だったら OK なので。よって。親会社の取締役が子会社の監査役を兼ねることは OK なんです。なぜかというと、子会社の監査役は親会社の業務執行をチェックする権限を持ってないからです。で、自己監査の禁止っていう観点で分かんなくなったら、もうね、簡単に頭の中で親子を取り取りカンカン Z はダメ、 Z のつながる関係にいるかどうかを考えてみていただくといいんじゃないかなと思います。続きまして、今度4ページいきましょう。じゃあ今度、監査役に選ばれる選任なんですが、この監査役の選任に関しては括弧1番ですね、4ページの括弧1番、監査役の選任は株主総会の普通決議によりますよというところなんですが、で、株主総会の決議に関しては決議内容によって、普通決議と、さらに、決議要件ハードルが高くなる特別決議とかいうものがありますが、まあ、普通決議というのはざっくり言うと過半数です。過半数の出席、そして出席者の過半数賛成、まあ、ざっくり多数決ね、なんですが、まあ、なので、ね、比較的、ね、この監査役の選任は株主総会の普通決議、それほど厳格な決議要件、ではありませんが、ね、過半数出席、そして出席者の過半数賛成という格好にはなります。ただその後、ただし監査役の選任に関する種類株主を発行している場合、その種類株主総会で選任されるとありますが、まあ、原則的にはですよ、全体の株主総会で選びます。でもうちの会社は、役員に関しては A 種類株主総会で選びますよ、全体の株主総会では選びませんよという種類株式を発行することができます。そのような定めのある種類株式発行会社であれば、全体の株主総会では選ばないんです。種類株主総会で選びます。ただ、そういった種類株式発行してないんだったら、もう全体の株主総会で選んでくれ。そして決議要件は普通決議です。そして、括弧2番の定則数。この定則数というのは、決議を取るのに必要な出席数のことを定則数と言います。例えばですよ。うちの会社は議決権全部で1000個あるんですよ、けれども会議開いてみたら、300個分の議決権を持つ株主しか来てませんでした。あら、みんな忙しかったのかな、来れなかったのかな、あ、どうしようと言ってみると、1000個議決権があるのに300個分の議決権を有する株主しか出席してませんでした。さすがにこれは1000個も議決権があるのに300個の出席者だけで決めるのはまずいだろうということで、もうその場合はもう決議できませんという意味で、この定則数は、まあ、そもそも賛成反対以前に、決議を取るために必要な出席数のこと、これが定則数です。で、この場合、括弧2番、見ていきますよ。監査役を選任する株主総会の定則数、さっき言った普通決議なんだけれども、取締役の選任と同様、定価をもってしても総株主の議決権の3分の1未満に下すことができない。つまり条文上はですよ、普通決議というのは定則数過半数なんですよ。条文上は普通決議の定則数は過半数なんです。よって議決権がトータル1000個あるならば501個過半数出席ですから、
の出席が必要なんだけれども、先ほど言ったように、まあ、実際株主総会で開いてみなければね、意外に出席者少なかったという事態もあり得るので、会社からしてみたらその定則数関数って結構きついんですよ。だってみんなに来てもらったけれども、定則数が1000個のうちの400個でした、ごめんなさい今日、はい解散ですと、せっかく来ていただいたのでごめんなさいねというのだと申し訳ないという意味で、まあ、ちょっとそこの定則数関数のハードルを下げたいということで、定款規定があれば引き下げることができるんだけれども、でもやっぱさすがにね、役員の選任に関してはほんのちょびっとの出席者だけで決めましょうというのはさすがにまずいので、引き下げても3分の1までですと。ですから引き下げる定款規定がなかったら原則通りの関数出席なんです。下げても定款で下げるなら3分の1までです。でちょっとまあ今回 ね、この普通決議だとか定則数だとか、そういった話出てきましたが、まあ、ちょっとそのあたりがやばい弱いと思われた方、もうちょっと突っ込んで、今の話なんか具体でパパパって出てきてわからんという方は、さっき、過去の YouTube 載ってますって言いましたが、8ページね、2017年の株主総会決議、このあたりでかなりベタベタに喋っていますので、普通決議だとかその定則数の話も含めて、まあ、ちょっとそのあたり、普通決議とか特別決議と言われてもなんだっけという方は、ちょっとここ2017年の YouTube、それ見ていただくと、画面の方にもちょっとレジュメ映しながら講義してますので、そこの方で保管してみてください。ということで、株主総会の決議にはまず、決議要件が比較的低めな普通決議、さらに厳しくなったのが特別決議なんだけど、役員の選任に関しては普通決議ですと。だけれども定則数に関しては引き下げ制限がありまして、役員の選任の定則数引き下げ制限があって、引き下げても3分の1までだよという格好です。でさらにですね、戻っていただいて4ページ括弧2番です。で4ページ括弧2番なおのところなんですが、でなおのところで、なお監査役は経営の意思決定を行う機関ではないため、少数株主の意思を経営に反映する手段として累積投票制度は認められていないってありますが、このそもそも累積投票って何なのかという話からちょっとしなければいけないんですが、この累積投票というものは、まあ、例えばね、会社によっては株主間でも派閥とかあったりするんですよ。で例えば、A という候補者を推したい、大きな派閥があって、 B という候補者を推したい、まあ、ちょっとね、弱小派閥があって、ねそのような時にですよ、今回の、じゃあそうですね、今回の株主総会で、役員を3人選ぶと、役員を3人選ぶ、大きな派閥に関しては、まあ、なんなら、そうですね、候補者としては A、C、D って4人立てました。でも少数弱小派閥は何としてでも、うち弱小だけどうちから役員1人送り込みたい、 B という候補者を送り込みたい、候補者4人おります。大きな派閥が A、C、D という、ね、候補者立てて、弱小派閥の B という候補者をします。基本的には役員の選任に関しては一人一人この人どうですか、賛成ですか反対ですかってやっていくんですが、それやっちゃうと3人選ぶってなると全部、大きな派閥から役員選ばれるでしょ。 A さんの選任どうですか、イエスですかノーですか、 B さんの選任どうですか、イエスですかノーですかでやると、まあ、少数派閥の推す候補者は大きな派閥からダメって言われてしまうということで、まあ、そのような累積投票というのは今回3人選びますよ。つきましては株主さん、今回の役員選任で1人3秒持たせます。1人3秒持たせるので、それをどこにどう突っ込んでもいいですと。となると少数派閥は候補者1人だけは送り込みたい、3票 B に突っ込むと。でも大きな派閥は1人3票持ってるのを A さんと、例えばじゃあ C さんに分散して投票するとか、これ累積投票1人3票持たせて、それをどこに突っ込んでもいいよってやると、少数派閥も少なくとも役員1人ぐらいは送り込むことができるよねというのが、まあ、この累積投票制度ってやつなんですよ。ただこのように、まあ、少数株主の意思を経営に反映する手段というふうに言っているんですが、まあ大きな派閥と小さな派閥があって、でも多様な意見を経営に反映させたいと
いうことからすると、このような累積投票制度というのを採用して、それをその1人3票持たせますとかっていうのを取締役ではできるんですが、でもそもそもそれは取締役だからこそ、会社経営していく動かしていく取締役だからこそ、小さな派閥の、候補者も送り込みたいっていう需要はあれど、監査役ってチェックマンでしょ。派閥によってチェックが甘くなったり厳しくなったりするとまずいじゃないですか。ということで、監査役に関してはそもそも派閥関係なくチェックが仕事なんだから、そういった累積投票制度はそもそも採用するべきではないよねという格好なんです。ですから累積投票はあくまでも取締役に関して出てくる話であって、監査役に関してはそもそも累積投票制度、そもそも制度自体は使っちゃダメなんですと。じゃあ続きまして3番です。人数、監査役何人置きましょうかねって話なんですが、で、この監査役何人置きましょうかねのところとして、まずですね、上の横列ご覧いただくと、監査役会設置会社か、うちの会社監査役会という会議体は置いてませんと。で、かなり大きな規模の会社になると、チェックマンに関しては監査役会という会議体、これを作るところまでの、ね、ことが求められたりはするんですが、ってことはですよ、監査役会という監査役で会議体を構成するのであれば、会議体構成の最低人数って3人なんですね。っていうことから、監査役会まで作っておいているのであれば、監査役は3人以上必要ですと。これ取締役会とかでも同様ですね。これに対して監査役会置いていないのであれば、もう1人いれば十分ですと。あと、監査役会設置会社であれば、社外監査役に関しては、この社外監査役に関しての要件だとかっていうのは、これね、社外監査、社外の話って令和3年に出ていますので、社外の要件だとかそこまで突っ込んでは学習しなくていいと思います。ざっくり言うと、中の人じゃないと。よそから連れてきた人と。というようなイメージで結構です。社外監査役は、監査役会設置会社においては構成員のうち半数以上必要なんです。で、社外の人間ってことは、例えばですよ、イメージ的には従業員が出世してその会社の監査役に就任しました。もともとは従業員でした。その人がどん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 出世して役員に上り詰めました、監査役に就任しました。外の人間ですかって言うと、いやいやバリバリ中でしょと。となりますと、これね、監査の実効性を考えたら、やっぱりですね、中の人間のチェックってなると限界があるということから、よそから連れてきた人、ってことで、うちの会社に基本関係なかった人が就任するというのが社外監査役なんです。ってことは、監査役会設置会社ってことはチェック体制強化してるでしょ。中から出席した人だと、やっぱね、監査が弱くなってしまうということを懸念して、監査役会設置会社においては、その構成員の半数以上はよその人入れてちょうだいと。よって、監査役会設置会社で、うちの会社は監査役3名置きますというならば、半数ですから3人のうち2人はよその人。4人置くなら2人、5人置くなら3人。半数以上はよその人から連れてきなさい。これに対して監査役官を置いてないのであれば、社外監査役を置かなきゃいけないという決まりはありません。チェック体制強化する監査役会設置会社であれば、社外監査役の設置が求められます。じゃあどのぐらいいればいいのかっていうと、1人とかじゃ困るんですよ。半数以上です。じゃあ常勤監査役で、監査役も役員というと、毎日会社に出社していない人もいるんですよ。非常勤の人いますが、じゃあ監査役会設置会社の場合、常勤監査役は必要です。しかし監査役会設置非設置会社であれば、この場合は毎日来なくても、例えば週に3回だけ来ますとかね、いうのはありなんです。で、続きまして今度3番、退任です。で、じゃあ監査役何があったら辞めるんですかという部分ですが、まず全部で10個、丸1から丸10まで10個ありますが、で、左側はですね、一応グルーピングなんですが、右側の太字ゴシックの丸1から、丸9まで覚えればいいんじゃないかなと思います。細かく言うと、いくつかありますが、またこの太字ゴシックの用語で見ていただくといいんじゃないかなと思いますが、先ほどね、監査役に就任するときに、会社役と、会社と監査役の関係って委任契約関係だって言いましたよね。
となると委任契約の解除といたしまして、まずそもそも民法でもそうでしたが、委任契約お互いの信頼関係前提で嫌だったらいつでも辞めることができるという状況ですから、監査役の側から申し訳ない、辞めさせていただきますというふうに任期途中で辞任することはできます。でそして会社の側からも、ね、ちょっとあんた意外に働き悪いからクビですとにすることもできます。じゃあクビにする場合、誰がクビを決めるのかっていうと、そもそも株主が選んだのでクビにするのも株主が行うんです。株主総会です。ただ注意が必要なのは、株主総会の、決議のハードルが高い特別決議なんですよ。先ほど選ぶ時の決議要件は比較的ハードルが低い普通決議と申し上げました。普通決議はざっくり言うと過半数出席過半数賛成です。これに対して特別決議は決議のハードルが高いんですよ。過半数出席3分の2以上の賛成が必要なんです。よってうちの会社は議決権1000個ありました。1000個ありました。そして株主総会開いてみたら、出席者の議決権が全部で900個ですと。1000個議決権があって、出席者の議決権が900個です。900個のうち3分の2の賛成が必要。これが特別決議なんです。ってことは900個の出席があるならば600個以上の賛成が必要ね。普通決議だったら900個の出席だったら過半数賛成でいいので451個で可決されちゃうんです。特別決議は賛成数のハードルが高いんです。でなんで、選ぶ時には普通決議でよかったのにクビにするのは決議のハードルが高いのかでいうと、そもそもね、チェックする立場の人間っていうのは地位の安定性に配慮するという働き、これが必要なんですよ。というのが、例えばですよ、じゃあ皆さんが監査役になったと思ってください。皆さんはすごい張り切って監査役の仕事めちゃめちゃ頑張ったんですよ。取締役の不正だとか暴いて、これダメだろうってことであれで かなりガンガン突っ込んでったんですよ。となると取締役があいつうるせえんだよと、チェック厳しいんだよと、自分を支持する派閥に働きかけて、ちょっとあいつクビにしてくんねえか、株主総会のでクビにしてくんねえか、でうち自分を支持してくれる株主さんたちに働きかけて、低いハードルの普通決議で簡単にクビになってしまうとまずいですよね。ということから、チェックする立場の人間は会社法は地位の安定性に配慮すると、容易にクビにできないような仕組みを作ったということで、解任の決議のハードルを引き上げてる。ちなみに取締役の解任決議は普通決議でいけちゃうんです。でも監査役の解任決議は特別決議というね、決議のハードルが高いんです。監査役、監査役、チェックする立場の人間は地位の安定性に配慮するから容易に簡単にクビになってもらっちゃ困る、クビにしてもらっちゃ困る、よって、解任のハードルを引き上げた。これに対して取締役の解任に関してはやっぱね、役員としてふさわしくない、経営者としてふさわしくないのであれば、比較的もう他の人にとっとと変えた方がいいと、ね、チェックする立場の人間は地位の安定性に配慮する、でも取締役の場合にはそれは働かないので、取締役は選任も解任も普通決議です。でも監査役に関しては選任は普通決議だけれども、解任だけハードルが高くなって特別決議という格好です。分かんなくなったらチェックする立場の人間は地位の安定性に配慮すると、こういうふうに考えてみてください。地位の安定性に配慮するってことは、低いハードルの普通決議で簡単にはクビにできないようになっていると。皆さん、自分が監査役になって仕事一生懸命やって、不正を暴いたのに簡単にクビになったら困るでしょというところです。となりますと、さっき言ったように、嫌だったら辞めることができる、そして会社の側からこの人大した仕事しねえなと、この人役員としてふさわしくないと思ったならば、任期途中であったとしても、決議のハードルが高い特別決議が、クリアできたらクビにすることができる。となりますと、もう一つですね、懸念しなければならないのが、先ほど言った、じゃあね、たとえ特別決議というハードルを高くしたとしても、
じゃあ一生懸命仕事やって取締役にビシビシチェックを入れると、でその取締役は自分を推す派閥の株主さんたちがもうなんなら容易に特別決議もクリアできちゃうぐらいの、ね、取締役が、ね、なんか自分の株主これを支持する人たちが大勢いますと、その人たちに働きかけてあいつふさわしくねえんだよと、今度の株主総会でクビにしてくれや、特別決議が可決されたらどうするのかいうと、下ご覧ください、括弧中1と括弧中2なんですが、辞任の場合もそうだし株主総会で解任する場合もそうなんだけれども、意見陳述の場を会社法は保障しております。つまり、まあ、例えばですよ、株主総会で解任、解任クビになってしまっただけではなくて辞めざるを得ないと、まあ、つまり、ね、いろいろいじめられて辞任に追い込まれてしまった、辞めざるを得ない状況が、ね、作られても、ね、しぶしぶ辞任するといった場合でも、こっそりひっそり辞任するという形ではなくて、ね、辞任する場合にはその後最初に招集された株主総会に出席して、つまりもう辞任後の話ですよ、辞任した後の株主総会に顔を出して辞任した旨およびその理由を述べることができる、つまり暴く機会を設けているんです。そうすれば不当な辞任に追い込むということは会社法上避けられるような仕組みが作られている。そしてまた株主総会の解任の場合でも、まあ、特別決議が可決されてしまったらもうこれ解任せざるを得ない、やめざるを得ないんですが、ただ暴く場を設けておく、その場で意見を述べることができる、意見陳述の機会を述べておくことによって不当な辞任や解任がバレてしまうというところにも配慮していると、意見陳述権と言ってきます。まあ、これも、ね、チェックする立場の地位の安定性に配慮しているという部分ですよね。あと、上ご覧ください。まあ、丸3番なんですが、少数株主による解任の訴えってあります。これ訴えですから、まあ、裁判所にも裁判になるというところなんですが、例えばですよ、株主総会特別決議は高いハードルなどで否決されてしまったけれども、まあね、この人はちょっと、まあ、役員としても監査役としてありえないことばっかりやってると、もしくはもう、ね、全然働いてない、ね、ちょっとそこをもう裁判所にチェックしてもらいましょう。株主総会が機能してないんだったらもう裁判所に持ち込むと、解任の訴えという形もあります。まあよっぽどですけどね。でさらにその下、今度、左側ご覧いただくと、委任契約の法定終了事由の発生といたしまして、民法の委任契約関係は嫌だったら双方ともども辞める辞めさせることができると言いましたが、民法の委任契約の自動的終了事由として、まあざっくり言うと死亡破産貢献開始です。死亡破産貢献開始によって、まあ要は死亡によって、まあ民法でいうと、相続で包括承継というものがありましたが、でもそもそも個人的手腕に着目してこの人を選んだのであれば、監査役の地位っていうのは相続の対象にはならない。死んだら辞めます。そして、まあ、破産、手続き開始決定の場合も、これも、ね、まあ、ちょっと言い方あれですが、破産手続き開始の決定となると、やはりですね、ご自身の財産管理、まあ、財産、これ失敗してしまった、やはり経営者としてはどうだろうという面もありまして、破産したならば、一旦もね、退任していただくことになります。ただ、いいですか、破産は委任契約の終了事由になっているので、破産手続き開始の決定でその役員を辞めることにはなりますが、ただ、さっき出てきた結核自由ではないんですよ。結核自由ではないので改めて選ぶことはできます。破産したならば民法の委任終了自由に該当するから一旦やめていただくことになります。だけれども、破産にもいろいろ理由がありますね。例えばですよ、ね、友人の借金の保証人になって、まあ、じゃあ自分で自己破産、個人で破産せざるを得なかった。だけれども、別に経営者としてどうのこうのって話ではない。自己の財産管理に失敗した方はそういうケースでもない。なので、あれば、会社の側がそれでもなおあなたにやっていただきたいというのであれば、また選べばいいでしょ。ということで、民法の委任終了事由になっているから一度やめていただくことにはなりますが、ただ結核事由ではないので再度選ぶことはできます。あと
貢献開始もそうなんですよ。貢献開始の審判を受けた、さっきね、青年非貢献人を監査役に選ぶことができると言いました。青年非貢献人も結核自由ではないので、まあ、就任承諾は貢献人にやってもらうけれども、青年非貢献人も監査役に就任はできると言いました。だけれどもあれは青年非貢献人にある人の株主がこの人にやってもらおうというふうに選ぶことはできたとしても、今いる人が貢献開始の審判を受ける、つまり自利弁識能力を欠く状況になってしまった。そうするとやはりその時点で一度辞めていただいて、それでもなお会社の側で、やっぱこの人に役員に名を連ねておいてほしいと思うのであれば再度選び直すことはできるよという仕組みなので、さっきの破産と同じですよ。一旦辞めることにはなるけれども結核自由ではないので再度選ぶことはできますという違いです。あと会社側からしてみたら、まあ、会社で言うと、まあ、会社はもう死亡も、ね、貢献もありませんから会社が破産したならば役員は辞めていただくことになります。まあ、要はですよ、そもそも会社が破産するってことは監査役ってお金のチェックもするんでしょ。監査役のお金のチェックもまずかったわけですよ。ということで、会社が破産したならばこの後破産管財人が後片付けをしていくっていう格好になりますから、今いる監査役はもうお一人いただく、やめていただくことになりますと。あとはですね、任期、任期満了です。取締役監査役 もう任期制なんですよ。一度就任したならば死ぬまでってことはないですね。任期制なんですよ。任期満了によって退任です。でさらにその他といたしまして丸9番結核自由該当、この結核自由でいうと、まあ一定の犯罪を犯したという部分ですよ。先ほど、そうですね、2ページでやりました。一定の犯罪を犯しました。ただいいですか、一定の犯罪を犯した場合でも会社を関係法令違反であればもう、刑罰問わず罰金でももう結核です。これに対して会社を関係法令違反以外、例えば傷害罪とかね、刑法犯だとか、道路交通法だとか、会社を関係法令違反以外の犯罪だったら、罰金とかだったら結核ではありません。身柄拘束、刑務所に入ったりだとか、そういった、場合のみ、結核自由に該当という格好です。まあ、なので監査役が、ね、スピード違反で罰金刑食らいました、辞めることになるんですかっていうと、それぐらいだったら OK。あとですね、丸10番なんですが、定款所定の資格喪失とありますが、まあ、これはこの会社独自ですよ。例えば、例定年ってありますが、まあその会社の定款で何年をもって定年制にすると、何歳で定年とするとに書いてあったならば、そこに、かかった時点でもう退任となります。まあ、なので丸10番に関しては会社によってまちまちなので、丸1から丸9まで目を通していってちょうだいという感じです。じゃあ先ほど、監査役は任期制ですと言いましたが、5ページご覧ください。監査役の任期なんですが、原則として、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度に最終までに関する定数会終結の時までってありますが、でこれかなり細かいのでざっくり4年でいいです。でこれに対して取締役ってこの4年が2年なんですよ。これも、先ほど出てきた、チェックする立場の人間は地位の安定性に配慮するということから、取締役は2年でふさわしくないならばもう再選なしと、つまり2年に1回選ばれるかどうかと、経営成績出せなければ、来期選んでもらえないかもと。というのが2年に1回やってくるのに対して、監査役に関しては、まあ、もうちょっと長い目で見ましょう、地位の安定性に配慮するでいうと取締役の倍の任期4年です。で、まあね、先ほどざっくり、まあ、4年でいいですって言いましたが、でこれ、1行目から2行目、定時株主総会終結って言ったでしょ。で株主総会って、最低でも年に1回開かなければいけないんですが、この定時株主総会というのが、まあ、前年度の決算報告をする場なんですよ。よって、まあ、大体多くの会社が3月31日で、1事業年度終了というタイプの会社を取っている日本は非常に多いです。
そうすると3月31日で、1事業年度が終了して、そこでお金に関する書類だとかを作って、まあ大体3ヶ月後の6月下旬とかに定時総会とか開いて、でそこで株主さんこうなりましたって報告をしたりすれば、これが定時総会なんですよ。なると曜日の関係だとかで、株主総会開くのが、去年は6月20日だったけど今年は6月27日ですとか、ああいうこともあったりはするので、ぴったり4年じゃないんです。まあ、ちょうど株主総会開いて株主総会終わるタイミングで、はい、まあ、役員任期終了ですというイメージです。ですから定時株主総会の開催時期によっては4年よりちょっと長くなることもあれば、4年よりちょっと短くなることもあるけど、まあ、切りのいい時定時総会終結時でやめましょうと。そうすれば来期をその定時総会で、来期の役員を選ぶことができるじゃないですか。監査役だとか取締役もそうなんですが、株主総会で役員を選ぶでしょ。そうすると、定時総会終結の時までという任期にしておけば、その定時総会で、来期以降の役員を選ぶことができるので、役員がいないという空白期間を避けることができると。まあ、なので、取締役は原則として2年に1回改選します。監査役はその場合4年に1回改選しますとなりますが、ただですよ、まあ、これ原則取締役2年、監査役4年というけれども、まあ、例えばね、身内でやってる会社、まあね、同じ人がずっともう何十年も役員やってますという会社っていうのは結構あるんですよ。で、となると、今度括弧2番ご覧ください。例外として公開会社でない株式会社、身内だけでやってる全ての株式に譲渡制限ついてる非公開会社においては、2年に1回とか4年に1回って短すぎるだろうということから、定款規定があれば10年まで引き延ばすことができます。誰ですか？非公開会社に限るので、公開会社で10年に任期を延ばすことはできません。公開会社だったら、まあね、譲渡自由で、株式譲渡自由で、基本的に公開会社は株の人数も多い。そして、まあ、大規模事業やってることが想定されます。なんで、ならば、2年に1回、厳しい株主の目にさらしましょう。ね、結果出せないと、来期選んでもらえないかもしれないというね、危機感を持って仕事を望んでください。でも、非公開会社の場合においては、まあ、どうせ、父ちゃんと母ちゃんが取締役やってて、おじさんが監査役やってるんだよねとか、ああいうな会社なんかにおいては2年とか4年に1回見直すったって、また父ちゃんとお母ちゃん、そしておじさんがやるんだよねというのであれば、まあ、10年に1回の見直しに機会でいいんじゃないかと。まあ、であれば定款規定があれば最長10年です。なのでうちの会社は非公開会社なんだけれども定款規定作ってませんという会社だと、もう原則通り2年4年です。取締役は2年、監査役は4年です。なので、まあ、皆さんね、行政書士試験とか合格された後ですね、じゃあ行政書士登録をして、まあ、その定款作成だとか、やったりするときにもですよ、ね、そういった、まあ非公開会社、無事だけでやっていきたい会社を作りたいんだよね、ちっちゃい会社作りたいんだよねとかであれば、もう最初の定款にこういった規定を任期伸長規定だとかを入れておくと。そうすると、あとあと2年に1回選ばなくて済むというところだったりもするわけです。ただあくまでもこのね、任期を引き延ばすことができるのは非公開会社に限るという点も覚えておきましょう。で今度丸2番補欠なんですが、まあこれ補欠ですね、ピンチヒッターみたいなイメージを考えてみてください。でさっきね、上のところで、監査役は原則4年、ね、取締役は原則2年、で言うと、まあ、大体ですね、役員改選時期っていうのは会社からしてみても揃えたい、偶数年で役員を、選び直したい、という配慮が働きます。となりますと、例えばですよ、これで時系列で具体例をご覧いただきたいんですが、例えばね、A さんが監査役に就任しました。で、A の本来の任期が上のところなんですよ。A の本来の任期が上のところなんだけれども、A が任期途中に退任することになりました。この退任事由は前のページの1から10。例えば、A さんが任期途中に亡くなってしまいました。A さんが任期途中に亡くなってしまいました。で本来だったらですよ、A が亡くなって欠員生じたのであれば、まあ、株主総会で後任者を選びましょうということになるわけですが、ただですよ、例えば A が就任してから、例えばですね、A が就任してから3年目で
A さん死んじゃいました。3年目で死んじゃったんですが、ただ今期は取締役監査役役員の改選時期ではありません。なんならですよ、役員改選時期を他の人とも揃えたいと思うのであれば、ピンチヒッターとして A の補欠として B を選んだのであれば、残存期間のみやってちょうだいというのが補欠なんですよ。よって本来何の補欠としてとかいうのがなければ、 B を選んだならばそこから4年がスタートしてしまうんですが、それをやってしまうと、1人だけ改選時期ずれるでしょということから、この補欠という制度は残りの期間のみやってちょうだいと。そうすれば他の役員と含めても改選時期を揃えることができるので、 B の働きが素晴らしくて、B にまだまだいてほしいと思うのであれば、もう一回 B を再選すればいいだけの話なので、なのでこの補欠として選んでなかったら B 独自の4年がここからスタートしてしまうんですが、だから改選時期揃えたいのであれば、まずポイントです。定款規定が必要です。そして補欠として選任されるという決議の際に、あくまでも A の補欠として選びましたよという選任決議をするんです。そうすれば残存期間のみという格好ができます。いいですか、補欠ですよ、残存期間のみですよって選任したとしても、定款規定がなければもう独自の4年任期がスタートしてしまうという点にも注意が必要です。あと、ちょっとイレギュラーなものとして丸3番、定款変更による任期満了という部分なんですが、さっき言った、監査役の任期は原則4年と多いところなんですが、ただ4年の途中であったとしても、いかに掲げる定款変更をした場合、当該定款変更の効力が生じた時に監査役の任期は満了する。たとえ4年の途中であったとしても、そこにてはい終了ですと。何があるのかというと、まず丸1番、監査役を置く旨の定款の定めを廃止すると。つまり、うちの会社は監査役置きますというんだったら、まず定款規定が必要なんですよ。株主総会で、その定款規定を削除することになりました。定款規定がないのに監査役として居座ることはできないんですね。定款規定がなくなったならば、たとえ4年の任期途中であったとしても、もうそこで退任です。だって定款規定を削除したってことは、株主がもう監査役いらないって判断したってことでしょ。よってもうその時点で辞めることになります。でさらに、で丸2番なんですが、丸2番、監査等委員会または指名委員会等を置く旨の定款の変更で、これね、監査等委員会だとか指名委員会等の場合、そもそも監査役置けないんですよ、いられないんですよ。別の監査委員とか監査等委員という別のチェックマンが存在することになるので、ざっくり私ね、この監査等委員会とか指名委員会等のこと、私もまとめてなんたら委員会というふうにまとめていっていくんですが、なんたら委員会の場合にはもう監査委員という別のチェックマンが存在するので、監査委員がいるんだったらもう監査役いらないじゃないですか。別のチェック体制を敷くならばもう監査役はいられないんです。あと丸3番なんですが、丸3番ね、今日 の冒頭で出てきた、監査役の、チェック対象は何ですかっていうと、さっきね2ページの方でやりましたが、監査役のチェック対象は原則として業務監査と会計監査、業務のチェック、お金のチェック両方やるんですよ。けれども定款に、うちの会社の監査役はお金のみのチェックマンですよっていう規定を置くことができます。詳しくは次のページでやります。つまりもともと業務監査を期待されていない監査役なんです。定款にもともと定款にお金のみのチェックマンですっていう規定があったんだけど、その定款規定を廃止するってことは、今後は業務監査もやってよねということになるでしょ。でももともとお金のみのチェックマンとして選ばれた人なんですよ。業務監査は期待されていない、業務監査やらないよっていう前提で選ばれた人なんですよ。ならばお金のみのチェックマン規定を廃止したならば、今いる監査役が業務監査までできる前提で選んでいないんですね。であればもう一旦その、定款規定を廃止した前提で、廃止した時点で業務監査もやらなきゃいけなくなるので、業務監査も会計監査もできる前提でもう一回役員見直しましょうなんです。よって今いる人は一旦辞めてもらうことになります。
その人が業務監査もできると思うのであれば、もう一回同じ人を再選すればいいだけの話なので、少なくともこの規定を削除した、廃止した時点で役員の見直しが必要です。今いる人が業務監査までできるとは限らないから、一旦やめてもらいます。あとは丸4番なんですが、丸4番、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について、当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを採取する。まあ、会社の問題文がめんどくさいのが、問題文が長ったらしいと、日本語的に回りくどいというところはあろうかと思うんですが、まあ、ざっくり言うと、すべての株式に譲渡制限ついてますという会社が、その譲渡制限の定めを廃止するってことは、非公開会社から公開会社になると、平たく言うんですね。非公開会社から公開会社になります。で、公開会社の役員に求められる資質と、非公開会社で身内だけでやっていく会社の役員に求められる資質ってやっぱ違ってくるんですよ。今までは非公開会社で身内経営の会社として選ばれた役員でした。それが公開会社になって大規模経営をしていくと、それをチェックする人間としても、やはりですね、その資質、大規模経営のチェックマン、としての資質に兼ね備えているとは限らないので、一旦見直すことにしましょう。同じ人にいてほしいのであれば再選はできるのでっていう趣旨です。まあ、なので丸3番と丸4番で言うと、もともと選ばれた時点と役割が変わってくることになるんだから見直しが必要よって、今いる役員さんたちには一旦やめてもらいましょうという流れです。ではラストですが、今度6ページ行ってみてください。で、今度監査役の権限なんですが、監査役は、監査役が数人いる場合であっても、各自が独立してその権限を行使するとありますが、で、監査役が非設置会社であれば監査役1人いればいいんですが、2人3人いてもいいんですよ。よって、うちの会社、監査役会設置会社は3人以上いますとか、もしくは監査役会置いてないけど、うちの会社は監査役現在2人おります。2人いる場合でも、業務監査は私がやるよ、お金のチェックはあなたがやったよね、じゃないんですよ。みんなが独自に業務監査も会計監査も各々独立してあります。分業ではないんです。ね、そして、この原則として、今日の冒頭2ページでやりました、じゃあチェック対象はっていうと、会計監査、業務監査の双方と、取締役の業務を、例えば、適切に行っているか、法令違反してないか、うちの会社としてそれをすることがふさわしいかどうか、業務のチェックと、そしてお金のチェック、これ両方やってちょうだい。けれども例外として、以下の要件すべて満たす会社は、監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨の定款で定めることができる。つまり業務監査はいいですと、お金のみチェックしてちょうだいと、お金のみのチェックマンという規定を置くことができるんです。で、じゃ あお金のみのチェックマンという規定を置くことができる会社、丸1、丸2、丸3、全部満たしてなきゃダメですよ。まず丸1番、非公開会社であることで、非公開会社というのは、さっきからもう身内と言っておりますが、非公開会社の場合においては、株主のチェック機能にもある程度期待できます。身内、小規模経営です。よって、監査役はお金のみでチェックしてちょうだいという定款規定を置くこともできます。ただいいですか、あくまでも、定款規定があることが前提なので、非公開会社だったら自動的にお金のみのチェックマンってわけではないです。そして丸2番ですが、非公開会社でなおかつ監査役会を置いていないというところなんですが、そもそもね、じゃあ先ほど監査役会を置いたならば、さっき4ページでですよ、監査役会を置いたならば、そもそも監査役の人数3名以上で、社外監査役半数以上とか、そういった厳しい要件設けてるんですよ。社外監査役が半数以上占める監査役会、置いたのにもかかわらず、業務監査しないっておかしいですよね。そもそも監査役会を置くってことは、監査体制強化したいんですよ。監査体制強化したいのに業務監査やらないというのはおかしいじゃないですか。よって監査役会設置した会社だったら、もうお金のみのチェックマンに絞ることはできません。
そして、丸三番、会計監査人を設置していないというのも、そもそもね、会計監査人って、企業会計のプロとして公認会計士さんに、外からチェックをしてもらうというね、会計監査に独立性確保ということからしてみても、外からお金のチェックしてもらうならば、中でもお金のチェック、そして業務のチェックする必要なんですよ。監査役も業務監査権限を持つべきなんですね。会計監査員を外からチェックする、その独立性を確保するっていった意味においても、中でも業務監査もお金の監査も両方やるという人を置くべきなので、ですから、ね、かなり小規模な会社ですね、非公開会社で監査役が置いてません、会計監査に置いてません、そういった会社であれば、監査役の、ね、監査対象をお金のみのチェックマンという定款規定を作ることはできます。で、以上になりますが、かなり細かいところまで、監査役突っ込んで学習していきました。ぜひですね、監査役取材されたならば、まあ、今回ね、監査役と言いながら取締役との比較対象という形の話も出てきましたので、ぜひですね、そういったところを取材されたら一問、確実にもぎ取っていただいて、ぜひ今年行政書士試験を受かっていただいて、ぜひその後司法書士に、チャレンジしていただきたいかと。結構ね、ダブルライセンスで司法書士取った後行政書士をあえて取りに行くという方も多いんですよ。で、合格後両方持ってるとかなり業務の幅は広がるということから、まあ、あとね、科目の重複ですよね、というところからですね、まあ、今ね、行政書士試験に受かることだけ考えていただいて、で、今回の内容だとか、あとまで、ポイント的に YouTube 設立だとか、まあ、それ見ていただきたいとは申し上げましたけれども、まあ、ちょっとそこを定めていただいて、もうとにかく手堅く、行政法と民法でしっかり点取っていただいてですね、皆さん、本試験当日に、もうね、自己採点でぶっちりの合格点、もしこれよし、いけるぞという点取っていただいてですね、皆さんの、ね、本試験うまくいくことをお祈りしておりますので、ぜひ体調気をつけて、頑張っていただきたいかなと思います。それでは皆さん、ラストスパート頑張ってください。お疲れ様でした。